タルボサンバは、フランスの自動車メーカー PSA プジョーシトロエンのタルボ部門が、同国ポワジーの工場で1981年から1986年まで生産した小型大衆車である。ベースは1972年に登場したプジョー104である。タルボ車としては最後に登場し、最後まで生産された。1979年に、 クライスラーの欧州部門を参加に収めた PSA プジョーシトロエンが最初に直面した課題は特にフランスやイタリア、スペインなどの市場で人気の高いいわゆるスーパーミニと呼ばれるクラスの商品がスコットランドで生産される後輪駆動のクライスラーサンビームのみであったことであった。サンビームは1970年以来のヒルマンアベンジャーの車体後半部を切り詰めて3。 ドアハッチバックボディを着せたもので、ロータス製 DOHC エンジンを搭載したスポーツモデルがラリーで活躍したが、一般向けの商品性の欠如は明らかであった。クライスラー自身もクライスラーホライズンをベースに新型車の開発を進めようとしていたが、経営危機器によって頓挫していた。PSA は熱烈なファンはいても、やはり時代遅れであった。 空冷水平対抗2気筒のシトロエン大衆車、同様にタルボ大衆車も、プジョー104をベースにバッチエンジニアリングで近代化することに決定。こうして誕生したのがサンバであり、一足先の1970年代後半に登場したシトロエン LN とビザと同様の成り立ちとなっている。サンバの場合、開発中であったプジョー205との競合を回避するため、 ホイールベースの短い104クーペシトロエン LN 用のプラットフォームが選ばれた。このためボディは3ドアのみとなり、スーパーミニの平均サイズであったフォードフィエスタよりは小さく、しかし発売直前のオースチンメトロよりは大きいサイズとなった。ボディデザインは旧クライスラー UK のブリティッシュデザインセンターが担当104の骨格を活かす制約の多い仕事で、 104とボンネットとテールゲートも共用したが、タルボ車らしいインターナショナルな持ち味が表現されている。1981年10月に生産開始され、12月に発売された。イギリス工場でも生産された、兄貴分のタルボ1510などと異なり、フランスポワジーの旧シ無加工場でのみ生産された。エンジンは104などに用いられる、PSAX 型エンジンで、 954cc、95 XV 型がベーシックな LS に、1124cc の XW 型が GL に、1360cc の XY 型が最上級の GLS に搭載された。LS は、ルノー号を破り、当時の EC 圏内、ナンバーワンの低燃費車となったが、その後、オースチンメトロにその座は奪われた。また、 1219cc90 馬力、または 1360cc80 馬力のスポーツモデルのラリーや、1285cc130 馬力のグループ B マシン、プジョー・タルボサンバラリーも作られた。1982年になると、プジョー104のデザイナーであるイタリアのカロッツェリア・ピニン・ファリーナが車体を製造するカブリオが追加された。 エンジンは 1360cc 版に限られ、72馬力、または80馬力の2種類のチューンが選べた。このクラスのオープンモデルは、競合車種がなく好評で、13,062台が生産された。日本にも西部自動車販売を通じて輸入され、日本に正規輸入されて市販された唯一のタルボ車となった。タルボブランドの消滅に伴い、 サンバは1986年に生産を終了した。累計台数は27万555台であった。商用車のタルボエクスプレスのみは1992年まで生産された。ありがとうございます。